元気ママキッチンへようこそ。今日は簡単ごちそうレシピ、アレンジもできて覚えておくと便利なレシピですよ。こういったね、重たい蓋のホーローのお鍋があればぜひやってほしいレシピです。はい、今日はですね、私のレシピ本の中のこれ、鶏もも肉と根菜のハーブグリル作っていきたいと思います。材料はレンコンとかじゃがいもとかさつまいもとか、もう人参もね、大きめのもの、あと皮付きのニンニクをたくさん使います。ちょっと今日のニンニクね、めっちゃちっちゃいんですよね。普通のニンニクだったら、まあ5、6かけもっと入れてもいいです。そして今日は鶏もも肉を使いますが、これは豚バラのブロックとかスペアリブでも美味しいです。使う量はね、もうお鍋の量に合わせて入るだけ使います。なので食べる人数、まあ作りたい量に合わせてお鍋を選んでください。今回はオーブンで使える重たい蓋のホーローのお鍋を使います。今日はね、22センチのお鍋で作ろうかな。もう本当に適量でできます。適量だけどやばいですよこれ。じゃがいもは皮を剥きます。立派なレンコン。今日は食感をね、良くするために皮を剥きます。私レンコン大好きなんで少し多めに入れます。もうだから入れる野菜ももう量は自由、本当お鍋に入るだけ。じゃがいも増やしてもいいし、人参増やしてもいいし。オーブンはもう200度に予熱をしておいてください。あっという間にね、準備できちゃいます。あとはもうオーブンでほったらかし。では野菜を切っていきます。じゃあレンコンさん、結構ダイナミックに切っていきます。もう切り方もこうでもいいし、こうでもいいし、もう自由です。そしてお鍋にもうボンボコ入れていきます。人参もヘタの部分を取って、できるだけ大きめに切った方がふっくら美味しく仕上がります。皮付きです。もう結構大きい人参ですよ。もうね、これをね、よっ、こんな感じでものすごく大胆に切ります。で入れます。よいしょよいしょ、このぐらい大きい方が美味しいです。でゴロンとね入れます。でさつまいも、さつまいもも大胆に切ります、ね、でさつまいもだけちょっと水に一瞬サラサラっとさらして、この辺のね、なんていうんですか、あれを取ります言葉出てこない、でんぷん、こうやってね一瞬水につけて、じゃーってよいしょ入れます。ちょっと拭こうかな、まあ、ちょっと軽く拭いてね入れます。ボンボコボンボコ入れていきます。そしてじゃがいも、じゃがいもも小さめのじゃがいもだったら丸のまんま入れて大丈夫です。もう今日はまあまあ大きめだから半分に切ってまた入れます。とにかくね、お野菜は大きめの方が美味しい。あとで崩してね食べれますからね、フォークとかで。はい、野菜はこうやってゴロゴロといっぱい入りました。そうそう、重要なことを忘れてました。ニンニク、ニンニクもね皮ごと入れます。もうゴロゴロと皮ごとね入れます。これがね重要なんですよ。このニンニクがね、後からねペースト状になってねソースになるんですよ。ちょっと今日のニンニクはね非常に小さいので鬼のように入れてます。そして鶏肉なんですが、もう1枚でもいいし2枚でもいい。今日ちょっと鶏肉が大きいから1枚にしようかな。非常に大きな鶏肉さんですね。よいしょ。そしてできるだけこういったブヨブヨした油はね取っていきます。そうした方が味がすっきり仕上がります。よいしょ、何でもよいしょが出る。こういったね油はもう取っちゃう、こう削いでいく、まあ、削いでもいいし、
もうガッと切っちゃってもいいしね。よし、ちょっと開いてこういったね、油取っちゃいます。この鶏肉全体にお塩をね、振ります。まあ、片面一つまみぐらい、でもう一つまみ。まあでも今日ちょっとお肉これ大きいからもうちょっとお塩足します。結構しっかりめにねつけていいと思います。どうせまたね、加熱すると油と一緒に塩分が下の方にね落ちていくんでね、こんな感じで。はい、で胡椒も軽く振ります。もう適量。私がよく使ってるのはギャバンのこのブラックペッパーの細かい方ですね。細かい粒の方。はい、そうしましたらもうほんと簡単ですよ。この切ったお野菜たち、根菜たちね、ニンニクとお鍋の中にオリーブオイルを全体に回しかけます。まあ、お野菜の量にもよりますが大さじ2前後ぐらいで、オリーブオイルを回しかけたらよくねこうやって和えます。ちゃんとね全体、お野菜全体にオリーブオイルをまとわせてください。もうねお鍋の中でねできるからね。そしてここにお塩を全体に振ります。一回振って返して、先にねオリーブオイルを回しかけることによってペタッとねお野菜にお塩がくっつきやすくなるんでね。でもう一回、まあ二つまみぐらいかな。お野菜の量によってお塩は調節するんですが、まあでも食べるときにねまたねお塩とかねマスタードとかつけますんで、軽く塩がつけば大丈夫ね。もうほんと適量でできる、もう超ごちそう。これめっちゃ美味しいです。そうそう忘れてた。まあ、できればね、できればっていうかこの皮目にね包丁でブスブスと少しね刺しておきます。そうするとねこの皮からね油が出てきやすくなります。まあ忘れてたらそれでも大丈夫。そしてこの野菜の上からお肉をのせます。大胆でしょ。もう今日は本当ねチキンを使ってますけども、スペアリブでも美味しいです。そしてここにお庭で採ってきたハーブをねちょんちょんちょんと全体に散らしていきます。これはローズマリー、これはタイム。おしゃれでしょ。お肉の上に乗せます。生のハーブがなければお肉の味付けにハーブソルトを使うのもいいですね。もうこれで下準備完成。そしたら蓋をします。まあ、できればルクルーゼとかストーブとかこういったホーローのね重たい蓋のこのまんまねオーブンで焼けるお鍋があれば一番いいです。ダッチオーブンとかでもいいです。なければですね、いやでもねこれやっぱりねこの重たい蓋がすごい重要で、まあ本当にお持ちの方は作ってください。ニトリとかなんか最近ね値段も安めのものでオーブンで使えるお鍋ありますんで、お持ちの方はねぜひ作ってほしいと思います。そしたらこれを200度で予熱した、必ず予熱しておいてくださいね。予熱したオーブンで35分から40分ほど焼いて、チーンって言ったら、チーンじゃないか。加熱終了後はオーブンの中でそのまま30分ほど放置します。では行ってきます。よっ。やけどに気をつけてね。1段目で作っていきたいと思います。天板をね、一番下に1枚引いて、作っていきたいと思いますが、まあ、別に一番下に置いちゃっても大丈夫です。暇だからお漬物でも食べよう。これねセロリとキュウリが入ってるんですけど、最近買った猫背味噌、まあ、いろんな味があるんだけど
それをね切ったお野菜にダーって混ぜて和えて一晩でねできるんですけど、めっちゃ美味しいです。セロリって美味しいですよね、お漬物にすると。うん、美味しい。こういったねある調味料は使うとね楽ちんですよね。今ね35分ちょっと経ちました。ちょっとね一回中見てみたいと思います。やけどに気をつけてね。よいしょ、よいしょ。あー、いい感じかな。もう5分ぐらい加熱したらそのままオーブンの中でほったらかしにしておきます。よっこいしょ、なった、タイマー。ではオーブンから取ってきます。熱いからね、しっかり、なんだっけこれ、ミトンをしてね、やけどをしないでくださいよ。よいしょ、取ってきました。開けてみます。曇っちゃうかな。ドドドドドン、わー、すごい、ほらあ、ほら、すんごいいい香り。もうこの香りたまりません。いかがでしょう。もうこうやってね木のまな板でねそのまま出すのもいいし、とにかくめちゃくちゃ美味しいんですよこれ。私はねこのディジョンマスタードをつけながら食べるのが好きです。蜜が入ってるみたい、人参。本当に。うん。うん。じゃがいもはね、少しお塩を振って食べると美味しいです。チキンはね、油が落ちてさっぱり。これスペアリブを焼いたらもうね、骨離れも良くて、トゥルンとお肉が食べれてね、今回もね、スペアリブかチキン迷ったんですけど、やっぱ手に入りやすいのがチキンなんで、今回はチキンで作りました。豚バラのね塊、塩コショウしてね、それも美味しいです。豚バラの塊を使う場合は塩をしてから1時間2時間もしくは1日ぐらい置いた方が断然肉質が柔らかくなります。うまっ、止まんない。チキンにねちょっとディジョンマスタードつけて、これも美味しいです。フランスの味がします。本当にね簡単で美味しいので、しかも見栄えがします。見た目ゴージャス。ぜひね作ってみてください。玉ねぎをね前ね半分に割って入れたんですけど、玉ねぎを入れちゃうとちょっとねびしゃびしゃになって水っぽくなってしまいました。でここにね濃厚なスープ、これもねフランスパンとかにつけると美味しいです。ガーン、ニンニクの芯が取れてなかった。ニンニクはもう中がトロトロになっているので、それをお肉やお野菜につけながら食べるともう絶品です。ぜひやってみてください。料理教室でも大人気だった今回のメニュー、ぜひ皆様のご家庭の定番にしてくださいね。こちらのチャンネルは野菜たっぷりで健康的な簡単レシピがたくさんあります。ぜひチャンネル登録していろいろ見てくださいね。